球の皆さん、こんにちは。ウィンダムとミクラスに比べてアギラ地味な扱い受けがち、どうも月くんです。今日は短めの動画なんですけど、 M78 星雲についての動画です。皆さん、実は M78 星雲が本当にあるって知ってました？現実の M78 星雲は地球から1600光年の距離にあるオリオン座の反射星雲らしいです。どういうこと？ちょっと何言ってるか分かりませんが、本当にあるにはあるみたいです。ウルトラマンの世界の M78 星雲は地球から300万光年の距離にありますので、現実の方がかなり近い距離にありますね。頑張ればワンチャンいけるかも。まあそんなことは置いといて、皆さん M78 星雲と聞いたら光の国のことを思い浮かべますよね。でも M78 星雲って言ってるぐらいなんで、実は光の国以外にもたくさん星があるんですよ。その他の星たちをこれからどんどん紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。もしチャンネル登録をしてくれたら、カプセル怪獣の中から好きなのを一体プレゼントします。M78 ワールドの中にある M78 星雲の光の国、まあ別名ウルトラの国ですとか、ウルトラの星っていう言い方ありますけど、それ以外にもまあいっぱい星がありますよと、 M78 星雲には。それをどんどん紹介していきますと。まずはウルトラセブンに登場したカプセル怪獣たち。あの子たち実は M78 星雲の出身なんです。ウィンダムの出身地は M78 星雲のメタル星というところです。ウィンダムと似たような姿の生物ばっかり住んでるのか、もしくはいろんな形のメタリックな生物が住んでるのかは分かりませんが、いろいろと想像を膨らみますよね。メタリックな鳥みたいなやつですとか、メタリックな魚みたいなやつが今後メタル星出身ですって出てきたらテンション上がりますよね。同じくカプセル怪獣であるミクラスの出身地が M78 星雲のバッファロー星です。メタル星に比べてバッファローって結構具体的な星の名前なんで、ミクラスとほぼほぼ似たような生物ばっかり住んでいそうですよね。想像したらめちゃめちゃ可愛いですよね。ウルトラマンルーブに出てきたピグモンばっかり住んでる星もめっちゃ可愛かったですもんね。もう一体のカプセル怪獣のアギラの出身地が M78 星雲アニマル星です。これはもういろんな種類の生き物いるでしょう、多分ですけど。アギラしかいないのにアニマル星っておかしいですもんね。いつかアニマル星出身の怪獣が出てくることを個人的には願っております。ちなみに初代セブンガーの出身地は M78 星雲光の国です。次はキング星。キング意外と近くにいるんですね。っていうか、それでよく光の国に攻め込む輩が出てくるなど不思議ですよね。まあといっても常にキング星にいるわけではなくて、ウルトラマン光にナイトブレースを授けた時なんかは惑星トワールにいましたしね。他にもたくさん呼び名があるとか言ってたんで、別荘的な感じでいろんな星に家がありそうですよね。キングについての動画もいつか作ります。続いては惑星アルタラ。アルタラも M78 星雲内にある星で、ウルトラマン USA に出てきたウルトラマンスコット、ウルトラマンチャック、ウルトラウーマンベスの3人の出身地です。この3人ウルトラ銀河伝説とかで普通に光の国にいたんで、僕も数年前、結構最近まで光の国出身だと思っていました。この3人の共通の必殺技にグラニウム光線っていうのがあるんですけど、もしかしたらこの惑星アルタラ特有の物質なのかもしれないですね。しかし同じ M78 星雲出身でもいろいろあるんですね。僕たちの感覚で言ったら都内と地方みたいな感じなんですかね。アルタラから夢を追いかけて光の国へ来ました的な若者がいっぱいいるかもしれないですね。最後は惑星ソーキン。今まではすごい平和な星ばっかり紹介してきたんですけど、この惑星ソーキンは先ほど紹介した惑星アルタラ出身の3人のウルトラマンが戦ったソーキンモンスターたちの出身地です。ソーキンモンスターって何ってなると思うんですけど、惑星ソーキン出身の怪獣と思ってください。そのままです。全員がそうというわけじゃないんですけど、そういった凶暴な怪獣たちを数多く輩出した惑星です。 M78 星雲内にもそういう惑星があるんですね。なんか悪の目が出ても光の速さで狩られそうですけどね。すぐそこら辺にいますからね、光の使者たちが。この他にもウルトラマンと全く関係ない作品で M78 星雲出身という設定のキャラクターが出てくる漫画とかアニメとか何個かあるみたいです。はい、いかがだったでしょうか。メタル星、バッファロー星、アニマル星、キング星、惑星アルタラ、惑星ソーキンと M78 星雲内で光の国以外の星たちを紹介していきました。一説によると M78 星雲って6900万もの星でできてるらしくて、
それらの星絡みの怪獣や宇宙人ですとか、今日紹介した星たちのね、星の関係者とかが今後出てきたりすると、個人的にはすごくテンションが上がるなと思いました。こんな感じの小ネタ系の動画ですとか、ランキング系の動画、解説動画などどんどん公開していきますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。それではまた次の動画で、さよなら。